ルセラフィムがデビューしてから2年、ファーストミニアルバム、フィアレスからリリース作品が3作連続でミリオンセラーを達成し、初単独ツアーの開催、最新作品となるサードミニアルバム e ージーのタイトル曲 Easy、和、e、米ビルボード、ホット100で自身初のチャートインを果たすなど、この期間に彼女たちが成し遂げてきた偉業、刻んだ新たな歴史は数多い。写真、ルセラフィム、 キム・チャエオンの美しい横顔そして、ルセラフィムは6月29日より日本で初となるファンミーティング、ルセラフィムファンミーティングファーナーダ 2024SS ジャパンを開催する。今回リアルサウンドでは、このファンミーティングの開催を記念してメンバー5人にソロインタビュー。連載形式で5週にわたってお届けしていく。ボリューム1となる初回は、グループのリーダー、キム・チャエオン。 デビューからの2年を振り返りながら着実にルセラフィムとしての強固な強さと自信をたぐり寄せてきた5人の間にある絆。コーチェラ出演からファーナーダの日本開催への期待までじっくり答えてくれた。ステージを重ねて表現できるようになったインフィアレスの意味。デビューから2年が経ちました。この2年の間で皆さんが個人的に一番成長したと思う部分はどこですか キムチャエオンパフォーマンスを楽しむ気持ちを忘れずにステージをお見せできるようになったのが一番成長した部分だと思います。デビュー前やデビュー当初はステージ上で緊張して思い切りパフォーマンスを楽しむことが難しかったのですが今は特にファンの皆さんの前でパフォーマンスをするとき集中していながらも楽しむ気持ちを忘れないようにパフォーマンスすることができます。その成長した部分は どんな風に磨いていきましたかキム・チャエオン、様々な舞台を経験していくうちに、自然にステージを楽しむ方法を見出したような気がします。デビューからの活動期間において、メンバーの皆さんが主観的にルセラフィムにとって一番印象的だったと思うステージがあれば教えてください。キム・チャエオン、2022年、デビュー後初めて出演した年末の授賞式のステージが印象に残っています。 一生懸命練習したステージでもあり、パフォーマンスに対するいい反応をたくさんいただけてとても嬉しかった記憶があります。グループ結成初期から今に至るまで、作品のリリースやそのコンセプトを消化していく過程で、グループ名にも込められているインフィアレス、世の中の視線に揺らぐことなく恐れずに前に進む、という意味はメンバーの皆さんにとっての捉え方や体現の仕方などに変化はありましたか どのようにして、ご自身の中にインフィアレスというワードが浸透してきたのでしょうか。キム・チャエオン、デビューする前にメンバーと一緒に練習しながら、インフィアレスというワードにふさわしいチームになったと思いますし、多様なステージに立つことで、インフィアレスが持つ意味をよりうまく表現できるようになったと思います。